まるでおとぎの話、終わり迎えた証、長すぎる旅路から、切り出した一節、それはかつてこの地に駆け落とした悪を討ち取りし勇者との短い旅の記憶。物語は終わり、勇者は眠りにつく、穏やかな日常をこの地に残して、時の流れは無情に人を忘れさせる、そこに生きた奇跡も錆びついてく、それでも君の言葉も願いも勇気も今も確かに私の中で生きてる。同じ道を選んだ、それだけだったはずなのに、いつの間にかどうして方法を伝う涙の訳はもっと知りたいんだ。今更だって共に歩んだ旅路をたどれば、そこに君はいなくともきっと見つけられる。 And we begin with parts of a story, out to meet people in this journey. So hurry up, our chase will go on forever, ever, ever, as for how long?